孫悟空がその傷を癒しているとき、ご飯たちはついにドラゴンボールでピッコロを生き返らせることに成功する。ここがふるさとか。しかしフリーザの圧倒的な力を前に、決めた！死ね！強くなっている。信じらんねえ。今がほとんど限界だと思ってたのに。すまん、今行くぞ。なんとかなりそうだ。悟空復活。まだゴミが残っていたのか。誰だろうと逃がしはしないよ。オラは地球育ちのサイヤ人だ。おめえたちに殺されたサイヤ人のために、このナメク星人たちのためにも、おめえをぶっ倒す。今フリーザを倒しておかねえと、宇宙そのものがめちゃくちゃになっちまう。元気玉を使うしかねえ。このナメック星の近くにあるたくさんの星をほんの少しでいい元気を分けてくれ。このフリーザ様によくもここまでやってくれたな。もうここまでだ。この星もろとも貴様らをゴミにしてやる。できた。
悟空。そんな、フリーザだ。貴様、一匹残らず生かして解散。フリリー、やめろフリーザ。悟空、伝説のスーパーサイヤ人。存じなんだろう。俺は地球から貴様を倒すためにやってきたサイヤ人。穏やかな心を持ちながら激しい怒りによって目覚めた伝説の戦士、スーパーサイヤ人孫悟空だ。このフリーザ様が、だったら見せてやるぞ、 100% の力を。静かなる激闘。みじんにしてやるぞ、あの地球人のようにな。あの地球人のように。クリリンのことか。クリリンのことか。
宇宙船が。 今から3年後、この地球に恐ろしい敵人造人間が現れます。<笑>私こそが究極の生命体。次回ドラゴンボール Z 新たなる脅威。ほら病気になっちまうか。